ご覧いただきありがとうございます。本日は JR 奈良駅前にございます正木第二ビルというですね、新築のテナント物件に来ております。まずこちら内装見てください。もうかなりね、綺麗なピカピカの内装になっているんですけれども、まず床はですね、大部屋フロア、そして壁と天井も白くてすごく、明るい内装になってますね。でエアコンがこちらなんと2機ついておりまして、照明もね、バッチリついておりますので、もうデスクとか入れていただくだけで、すぐに、お仕事ができる、そんな内装となっております。でこちらはもう全面ガラス張りになっておりますので、外からの視認性も、抜群ですし、本当に宣伝もね、すごくしやすい、ピッチとなっております。でこちらもお部屋だけなんですよね。なんとバルコニーがついております。これぐらい結構しっかりとスペースが取ってありますので、お客様ね、上司に合わせて使っていただけるかなと思います。で、こちらは駅前の本当に便利な、立地なんですけれども、セキュリティもかなり充実しておりまして、1階にはですね、オートロック、そして防犯カメラついております。でこちらお部屋にもですね、モニター付きのインターホンがついておりますので、1階の方とこちらで、お話しすることができます。でこちらエアコンのね、リモコンもバッチリ完備されております。でお部屋を出ていただきますと、こちらが共用部分となっておりまして、エレベーターですね、こちらで、お荷物たくさんあっても、上り下りも楽にできます。でこちらが、給湯スペースとなっておりまして、コンセントもついてますので、ポットとかも置いていただけるスペースとなっております。でおトイレがですね、なんと男女別になっておりまして、こちらが、女性、こちらが男性ということで、これね、新築なので、ピカピカで清潔感があってすごくいいですね。細部までね、こだわっておしゃれな、お手洗いとなっております。はい、でこちらはですね、1階2階3階が、テナントとなっておりまして、4階5階6階が、住居という、そんなビルとなっているんですけれども、こちらの方ですね、事務所ですとか店舗ですとか、さまざまな業種も、ご相談を乗せていただきますので、ぜひ一度ご検討いただけたらと思います。奈良のもてなし、奈良心賃貸の正木ではお客様のご来店をお待ちしております。以上でご紹介させていただきました。